さ、来た来た、音出てる、来たよ。さあ、大勢のことでございます。偽りのない全力のサッカーをみんなに見せつけてやる。はい、新しい、得意ですね。俺のプレーで全世界を驚かせてやるんだ。よくですね。さあ、はい、上がってますね。さあ見ていきましょうか。さあ今年の大一番ですね。はい、ここの大一番どうなるか見ていきたいなと。もうすでに気質ですね、出てますけども、これがカタルーニャの伝説が多分、まあ、リバですね、多分ね、見てないですけど、ナトリエザはソロ技でいけると、はい、分かっております。で、お知らせが何でしょうね。超ドリームフェス、選手シナリオ、さあ早速見ていこう、じゃなくて引いていこう。ちょっとあれだけ、まず翼側、はい、ピックアップは、若林ヒューが、もちろん気になるのは排出率、奇跡の 0.1 とかないかな、 0.1 じゃない、奇跡の 1% ないね、 0.42 だよね。まあ、まずはね、ちょっとあれだけ今年の運試しという形で、まだ期間長いですので、5の 0.42、 はい、 0.42 どこまで出るんだろう。最新の、あ、こっちミサキラファ、こっちミカエル出ないんですね。はい、ポイントはこっちミカエルサンタナついてないんです。はい、そこだけ。ジェンティールは出ますね。ジェンティールも、あ、最新のまで入れてきましたね、今までなかったのに。旧キャラはまた翼くんスタートになってて、最新は、お、違うね、最新は技のリバウルまでというところでやっていきたいなと思います。もちろん欲しいのは翼、はあ、ため息しか出ねえ。行こう、まず10連目行ってみよう。まずね、大事なのは SSR を引くこと、まずは SSR を引くこと、まずは SSR を引くこと。そして、昨日も言いましたけど、2年連続引けてません。超フェスのピックアップの、メインキャラ、まずは一発目、どう？ナトレーザー、翼呼んでる。まずは最初、ここ大事、一発目。偏りがピックなのか、ピック外なのか。偏りがピックなのか、ピック外なのか。翼！ああ、5分の1。あ、これはもしかして、ラドゥンが地獄か。はい、ここ、20連目。そんなやすやすと引けないのは分かっている。チャンス1、2、20分の1なので20回に1回ぐらい、とりあえず SSR のハマりだけ避けたいですね。あ、出ない、はい、おお、はい、30連目いきます。30連目、分かってる、240回回さないと出ないのは、あ、ダメだった。ん、どっちだ、俺の全力の、どっちだ、ない、あ、これ危ないな。はい、30連して、まずは、1枚ですね。さあ無料、あー、ドキドキする。いや、本当にね、あれなんですよ、本当に今ずっと引けてないんで、こっちはもちろんナットレーザーですね。さあ、40連目は無料です。はい、カウントはしやすいですね。 1,2,3,4,5、 これはあんじゃないか、多分。あ、ない、マジかえ、どっち、ないっしょ、でも、あー、ないんか、これやばい、何も出ないで終わるかな。はい、じゃあこのまま、あ、これダメかもしれないな、今日大晦日やっぱダメだったか。1,2,3 あー、これもうちょっと待って、ハマりパターンだ。60連目、 SSR3、 うわー、マジか、ノン SSR、 うわー、これつまんねえパターンだな。見てる人もなんか引けよっていう。あ、やばい。70、どっち、うわ、うお、こうきた。さあ80連目、80連目でまだ SSR1 枚、あー、やばい、 SSR すら引けない、まあ土俵に立てない。
やばい、土俵に立てない。なんだこれ、まず土俵に立てないぞ。3、やばい、いや本当に土俵に立てない。90連回して SSR が1枚しか来ない。100連目でもないっしょこれ。100連で1枚、やばい、土俵すら立ててない。110連目、ちょっと待って、ちょっと待って、土俵に立てないぞ。やばい、本当にやばい、何も出ねえわ。110、ちょっと待って、110連で SSR が0って、そんな SSR1 って。3、120連でまさか1枚とかってあんのかな。あ、来た、またナトレーザー翼。いや、これで出ればいいんだよ。どっかに長尻を返しちゃ、長尻を何個、わあ、パリンか。やっぱリンで翼で終わればもうバンジー OK なんだけど、どこかな、どこどこ。いや、今年の最後終われ。ヒューガ、またヒューガ、去年出てくれよ、マジか。分かってたけどさ、200、いやちょっと待って、 SSR が引けないのが問題だわ。34、いやもう今までのまとめなんとかしろ。よし、俺の全力のサッカーだ。さあどう、また2個。さあ130で4つ目、まあ戻ってきた、2個で2個ちゃん。翼、ヒューガだから去年出ろって。ここで翼、翼 PL 薄い。はい、とりあえず、はい、出なかったです。はい、切りよく200連までにしたいなと思います。まだ長いんでね、はい、やっぱりダメだ、いい年越しにならないな。やっぱ理論値くらい、理論値以上引っ張られそう。1、まず SSR 引けてないのが問題だな。こないだの岬くん SSR だけは大量だったからな。うわ、 SSR 引けない。ナトレーザー、はい、これ問題だよね、20分の1が引けないっていうのが。100、はい、2は、うわ SSR ほんと出ない、これがダメだ。160連目、160連目ですね、160連目で今3体、50分の1くらいですか。345、これはあるかな。来た、岬、さっきと違う。あー、ここでもう終わりたい、終わりたい、まだ片面が、片面すら終わってない。2個、1個か。ピックアップは引けて、ピックアップっていうかフェスとピックアップは引けてんだけど、ラスト、あー、技なんだけど引っ張られる、分かってる、短期はしょうがないんだよ。チャンス1、2、3、4、5、これはあるっしょ。今160連で4体、40分の1、こっから一気に収束しろ、こっから一気に収束しろ。翼、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 いや、そんなに 若林の方でもいいんだけど。ヒューガが出た、ヒューガ君でもさっき翼になってレーザーってきてるから、だんだんこう順に順繰り回ってるんで、だんだん違うのに変わっていくんじゃないか。1個か。170で5個、うわでも渋いね。翼、ナチュレーザー、そこ薄すぎだろ。いや、あれ薄い、引けないな、やっぱり。これはあるっしょ、これはあるよね、これでなかったら本当にダメだ。180かな、180で終われ。やばい、ダメ、本当にダメ。やっぱり毎年のパターン、毎年、今年もダメか。190連目、今年もダメか。あ、ダメだね、行くぞ。はい、200で、もう平均以下か、平均以下つらいな。平均チャンス1、20分の1引けないからな、そこだよ、まず20分の1を引け。あ、引けない、
うん、あるかな。これ薄いとこからワンチャン、あ、ノーベルト厳しい。お、まだいけるね。ここから行こうか。210連目、いや引けない。さあ平均、ここでもう6割の人が引いてる。チャンス1220連目。ロベルト、ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。SSR 引け、あ、2個来た。3つとか来い。何か、ここどっちか、もうここ、ここでしょ。ここで切れ目だよ。平均点なら、平均なら勝ち、平均なら勝ち。翼なんとりあえず、なんで翼なんでリバウンド、なんでこっちじゃないし、もう技ばっかり出るし。ああ、はい、平均点、平均点、平均点です。ここで、ここで 63% の人が出てます。もう、あー、ナトレーザー出ないわ。ラスト3、はあ、ラスト、これでとりあえず出てほしい。これでなんとかしてほしいな。これでなんとかいい年越しさせてくれない。では何だ、ワンちゃん、ない、はい、300 300超えた。じゃあ250連目から、もう今日ここでやめとこう。出ないわ。日を変えた方が、日を改めた方がいいな。はい、いきまーす。250連目、チャンス。あSSR 引けないのほんとつらいんだけど。行くぞ、翼くん。はい、260か260分合ってます。いや、 SSR まず引こうよ。ダメだこれ本当に。うわ、ダメだ。行くぞ翼くん。ガビーン、終わりよければ全てよし。さっきこれこけたもんね。おお、ここでどう、これで終わってくれたらもう OK なんだけど。2個、1個か、ピックアップとフェイスは引けてんだけどな。ど、途中は、道中は、道中は、道中は、あのかっこいい翼見たい。翼ダメだった。ロベルト、ここは、ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しい。完全にでもハマりモードだよね。ここをなんとか抜け出したい。2個、1個、短期はこうなりますんで気をつけてください。つらつら、カードブラジルばっかりで。ちょっともう冷静になろっか。さあ行こう。出ないね。こっちやった方が確実なんだけど、でももうちょっと翼欲しいわ、やっぱり。ちょ、やっぱ本当に向いてないな、こっちの年末は。行くぞ、はい、ダメだ。行きます。1、2。あー引き、本当に SSR がダメだ。頼む SSR。 これで300なのかな、340。うそー、そんなに出ない、出なすぎじゃない。そんなにチャカチャカスルーしていくもんなの。本当に出ないよ SSR。 そんな秒で、はい、ダメダメです。ちょっとやめとこうか。もう来年にしよう。宿題は来年に持ち越しで。1、3、 SSR 出ないな。まあ本当
あ、出た。やっと出た。そこからだもんな。多分根本的な、なんで20分の1を引けないんだな。一個。ラスト。やばい。あ、もう一個来た。翼。あ、ゴンザレス何体目で。なんで絶対出ないわ、これもう。出る気しなくなってきた。はい。さあ。ちょっとないよね、もうダメなんだと思うわ。さあ今年最後の、ガチャは動画1、2、3、4、5、ここで一回やめとこう。なあダメだ本当に。マジか。とりあえずあとでもこれでワンセットできるね。チャンス1、2、1。しわれ、しわらない。そこのしわらないのが問題だわ。チャンスなし。3は、ああ本当に SSR 引けない。翼欲しいよな。はい、出ないね。ちょっと気分転換に こっちだと2枠欲しいのあるからこっちやってみようかな。さすがに久しぶりに SSR 引けないわ。びっくりした。チャンス1、2、3、4。あ、本当にこっちも引けない。こんなに引けない時があるんだな。全く何も出ないっていうのがすごいな。1、2、3。こっちも引けない。一緒だったな。どっち引いてもとりあえず20分の1は引けないんだな。変える？変えないね。久しぶりにこんみんな気を、皆さんあの質問やダメな時はやんない方がいいかもしれないです。うわ、出ないようになって。はい、1、2、3、4、5。赤いか夏レーザー出たらいいな。気力もなくなった。さすがに出なすぎて今日はもうやめよう。やってて面白くない。赤いか夏レーザー、赤いか夏レーザー。リバウンドさっきも来たよ。じゃあラスト残りの方。はい、皆さん、良いお年を過ごしてください。ここで20連できますんで。チャンス1、2、3、4。あんじゃないか。ないのか。もう本当に最後まで引けなかった。はい、ラストです。1、2、3、4。最後シュワで、あ、シュワなかった。本当に引けないんだな。マジか、本当に何も引けないってやばいな。はい、ラスト、あるだけやって、お、今日今年は終わります。はい、本当に終わります。多分引けないんで、まだ7日あるから一回切り替えよう。はあ、引けないときは引けない、しょうがない。やっとなんか出た。さあ、パーフェクトパターン、パーフェクトパターン。弱。でもこれが翼だったらいいわけ。翼だったらいいわけですよ。はい。うわ。そんなもんだよな。確率の2倍ハマりくらいでしょ。はい、なんか面白いこと言いたいんだけど、もう作業になってきてるよ、ここまで来ると。チャンス1、2、3、4、5。チャンス5は金。はい、弱い。ナトレーザー、翼か、ナトレーザー、翼か、ナトレーザー。もう1個いない。
誰もいない。今までないパターン、今までないパターン。翼が来れば、翼は初めて、久しぶりに来たよ、何年首。うわ、カシマス薄いってだから。はい、ラスト。ラスト。ラスト。これ、ここに何もかかってない。あれ出ない。出ないな。やるだけやって終わります。引けなかったな、本当に。どうこれは。これどうなの。どっちなの。どっちなんだ。頼む。勝った。一個。はい、左下。若林。若林やっとピックアップきた。はい、とりあえずここまでにしときますわ。はい、皆さん無理なさらず、良いお年を過ごしてください。鼓動はやっぱ超フェスダメでしたね。3年連続ダメです。はい、一回リベンジしますわ。はい、それでは皆さん良いお年を。